萩原美紀子は、福島県福島市出身の元、プロバスケットボール選手、バスケットボール指導者である。ニックネームは王様の王。早稲田大学、第二文学部歴史民族系、専修卒業、学位、早稲田大学大学院人間科学研究科博士、前期課程修了。宝来小学校4年生の時に、バスケット選手だった父の影響で、ミニバスケットボールを始める。 伝統校福島女子高校時代には、インターハイ、国体ともに2回出場した。卒業後の1989年に共同席油に、入社、バスケットボール部に所属。かつて教席で活躍していた、竹山豊子に憧れており、念願を叶える形になった。1993年から4年連続で、得点王に輝いた。また、入社と同時に全日本入りを果たし、 1996年のアトランタオリンピックに出場し、7位入賞に貢献した。1997年には、日本人では初めて本場ドラフトで2巡目全体14位指名を受け、サクラメントモナークスに入団、日本人初の本場選手としてプレーした。シーズン途中にフェニックス・マーキュリーに移籍。もちろん、日本人で初めて本場での移籍を経験した選手である。 二年目のシーズン途中に、再び故障者リストに入り対談を決意。帰国後は、ジャパンエナジーに復帰し1999年1月に、全日本総合選手権で優勝した後、選手生活を終えた。2004年のアテネオリンピックでは、バスケットボール女子チームのアシスタントコーチを務める。2005年、女性初の全日本監督に、白羽の矢が立ったが辞退。現役引退後、 早稲田大学、第二文学部社会人間系選修を卒業する。ジャパンエノ・ GGSR 推進部に所属する一方、早稲田大学大学院人間科学研究科博士、前期課程を修了。早稲田大学女子バスケットボール部ヘッドコーチも務める。2007年、日本代表アシスタントコーチに復帰。2013年、女子ユニバーシアード代表チームヘッドコーチに就任。 アンダー世代の日本代表のコーチも歴任。2021年3月、東京羽田ビッキーズのヘッドコーチに就任。ありがとうございます。